時計がない。はい、ケントネジです。でですね、今回ですね、今朝ちょっと、テレビで見てちょっとやってみようかなと思ったんですけども、足でね、自蹴り、自分の顔を、1分間で何回蹴れるかという、挑戦をちょっとしてみたいと思います。なんかね、ギネスブック世界記録がね、確かね、なんか100数十回みたいですね。1分間にその自分の顔を、こうなんかこう蹴ってですね、100数十回はちょっとなんかそれが記録みたいなんで、ちょっとそれをちょっと超えてみようかと思いまして、また挑戦してみます。1分間何回か自分の顔を、蹴れるか、ギネスブックですね、ちょっと挑戦していこうと思います。もしこれで記録だったらね、スタート。前は見えない。あ、30秒足が上がらん。何回だったかちょっと数えてみたいと思いますね。少々お待ちください。集計です。というわけでですね、今ちょっとざっと動画を見て集計した結果なんですけども、ちょっともう数がねあまりに少なかったんで適当にしか数えてないんですけども、40回ぐらいですね、蹴れたのが。やっぱ世界記録ってやっぱこんなしょうもないね、ことに対してでもね、世界記録ってのはやっぱ凄まじい記録ですね。160回だか100何回足して忘れちゃったけど蹴ったんですよ、その人は。ね、ネパールの人だかなんだかなんですけど、40回だとこれ4倍近く蹴ってますからね。はい、というわけでギネス記録更新は、できませんでした。というわけでまたね、なんか面白い記録があればちょっと挑戦していきたいと思います。はい、では、まあいつもどこに、ゲームの動画もよろしくお願いします。以上です。